横浜港未来21クイーンズスクエア横浜横浜港未来ホール横浜港未来ホールは横浜市西区港未来のクイーンズスクエア横浜内にある市営のホール1998年6月開館横浜港未来ホール大ホール正面移動式オルガンのスージーがある木製で足踏みをして空気を送る仕組み横浜港未来ホールホワイエの 壁画屋上庭園横浜開港再支援の吹奏楽イベント、横浜開港再ザブラスクルーズ、オルガン1ドルコンサート、昼時クラシックなど主催公演、歌詞館による演奏会が多く行われている。また、神奈川フィルハーモニー管弦楽団の定期公演、日本フィルハーモニー交響楽団及び、読売日本交響楽団の横浜定期公演の会場となっているほか、 横浜市近隣の学校や市民団体の定期、演奏会の会場としても使用される。テレビ朝日のクラシック音楽番組、題名のない音楽会の収録にも使われている。2017年3月20日、BS 民放五局で同時放送された音楽特番、BS 民放五局共同特別番組晴れ舞台ゆずと二十歳で作る。 ありがとうコンサートの収録会場として使用された。2018年1月31日、当初2020年の開催が予定されていた、東京オリンピックパラリンピックの閉幕後から約1年、6ヶ月間程度の改修工事を実施、期間内は全館休館することが発表された。その後、千二十一年一月から千二十二年十月まで約一年十ヶ月間、 改修工事のため全館休館することが改めて正式発表されている。今回の改修では、天井の耐震化や施設の長寿命化、バリアフリー対応工事などが施される予定である。なお、改修工事期間中の仮事務所として、港未来地区48街区のプロット48を使用している。ありがとうございます。